同盟を下し王国への侵攻に向けて準備を進めていたシュヴァルツ・アドラーヴェイヤだったが、それに先んじて王国と共闘するセイロス騎士団が動きを見せる。煉獄の谷アリルに現れたセイロス騎士団は国境沿いに南進、その狙いがガルグマク大修道院の奪還であることは明白だった。北方より敵襲、旗印から見てセイロス騎士団の模様、一部の部隊はすでに迎撃中です。陛下ご指示を。北からやられたわ。まさか煉獄の谷アリルを通って。敵軍の中に大司教はいるの？いるならそこに兵を集中させなさい。はっ。敵はガルグマクを知り尽くしているわ。おそらく好き放題に入り込まれる。だからこそ接近される前に気づきたかったのだけれど。先生、私たちも急いで迎撃に出るわよ。準備は任せたから。不利な戦いになりそうですな。ガルグマクの調査は進めているのですが、隠し通路や窓の仕掛けなども多く、まだ把握しきれていないというのが現状です。おそらく我々の思いもせぬところから襲いかかってくるでしょうな。私は先に各所に指示を出してくる。すぐに合流するわ。ランドルフ将軍とラディスラバ将軍を呼びなさい。急いで。ここで暮らしていたのが昨日のことのようだな。愚か者たちに示さねばなるまい。ガルグマクを犯した業の深さを。でも敵の中には先生もいますわ。私の命を救ってくれた。そうだったな。許しがたき存在でありながら恩人でもある。だがあの者のせいでレアが苛まれ苦しんでいるのは紛れもない事実。神祖の器として天帝の剣まで託されておきながら、レアは変わってしまった。あの者もまた変わったのだろう。もはやこの戦いに勝とうとも元の教団には戻れないのかもしれんな。あのお兄様、フレン、どうしてもと言うから連れてきたが、絶対に前に出るな。お前に何かあれば私は生きていけない。いいな。もちろんですわ。私もお兄様に何かあったら生きていけません。先生と戦わずに済む方法はないのでしょうか。
ガルグマクへの奇襲成功しました。あとはこの先を突破するだけですね。大司教様やカトリーヌ様は帝国軍の本体と戦っておられる。我らは策を成功させ、こちらより大修道院へと侵入するぞ。ここまで敵がまずいわね。陛下、敵の動きが妙ですが、何やらよからぬことを企んでいるのでは。そう、ならば早めに手を打ちましょう。防衛線を死守しつつ迅速に敵を撃つわ。それと敵軍の陣容も不自然です。どこかに兵が伏せてあるかもしれませんが。あと何度戦えばいいのかしら。支援感謝します。戦場に立つ以上覚悟はできている。今だ、やれ。来なさい、叩き潰してあげる。先制奇襲有利思います。今ですわね。私たちがいる限りここは通しませんわ。来なさい、叩き潰してあげる。よっしゃー、行くぜ。早く指示してくれ。掃除に行くぞ。先制奇襲有利思います。引きこもれないよう変えなきゃ。さあ急ぎましょう。戦場を広く見なくては。あと何度戦えばいいのかしら。アドラステア皇帝、参る。言っちゃダメだ。彼らが火攻めを狙って、エーデルガルト様、敵は森の中に燃料などを大量に運び込んでいます。彼らが火攻めを狙っているのは明白。先手を打って策を阻止すべきでしょうな。森のどこかに伏兵が潜んでいそうなのよね。怪しい場所は避けて進軍しましょう。
解が深まると。この状況、愚者どもが、動かなければ。でも
き返すことはできないんだ。ありがとう。すみません。掃除に行くぞ。先制奇襲、有利思います。急ぎましょう。アドラステア皇帝、マイル、見なさい。早く指示してくれ。援護します。言う手もある。これで戦況が動くか。戦場を広く見なくては。援護する。逃がさない。守れないよう変えなきゃ。
っしゃあ行くぜ。死にてえやつからかかってきな。穴を開けてやったぞ。ためらわないで。師匠、見ててくれたかな。精進精進。あと何度戦えばいいのかしら。これで敵の策を潰せたかしら。念のため警戒して。こちらの策は防がれてしまったようだな。ならば潜んでいても仕方がない。
総員かかれ、ガルグマクを奪還するぞ。よっしゃ行くぜ。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。承知。無理して死んだら元も子も。戦場を広く見なくては。先制奇襲有利を思います。アドラステア皇帝マイル、こもれないよう変えなきゃ。早く指示してくれ。あと何度戦えばいいのかしら。僕の番だね。掃除に行くぞ。さあ急ぎましょう。やるとするか。命を賭して得られる経験は。我らの聖域を犯した大罪、その命をもって、重ねれば。承知。楽しめたぞ。これで敵の策を潰せたかしら。念のため警戒して。こちらの策は防がれてしまったようだな。ならば潜んでいても仕方がない。総員かかれ、ガルグマクを奪還するぞ。引きこもれないよう変えなきゃ。さあ
急ぎましょう。よっしゃー行くぜ。おりゃ、はっ、やっ、あっ、先に進まないと。あと何度戦えばいいのかしら。アドラステア皇帝マイル、ジャンプロ、掃除に行くぞ。指示してくれ。先制奇襲、有利を思います。まずいか。レア、すまない。フレンのため。私は身を引かせてもらうぞ。撃退したようね。みんな力を尽くしてよく戦ってくれたわ。私たちは騎士団の主力を撃退し、ガルグマクを守りきったのよ。ヒューベルト、直ちに被害状況を確認しなさい。はっ。我々より本軍の戦況が気にかかりますな。ええ、あちらにはレアとカトリーヌがいたようだし。レア様、大修道院に潜入した部隊は全て撃退されました。こちらに攻めかかってきた連中はまとめて撫で斬りにしてやりましたが、今は引くしかありませんね。ご命令を。セテスとフレンは？セテス様はフレン様を連れて別の方向に落ち延びました。言づてを預かってます。レア、すまない。私たちはまたイントン生活に戻る。私とてあの者は憎いが、それよりもフレンの方が大切なのだ。レア、私は君がそのゴーとでも呼ぶべき情念から解放されることを祈っている。そうですか、やはり私しかいないのですね。ああ、待っていてください。お母様、必ずやお母様を救いますから。聖母を犯し、お母様を奪った薄汚い盗っ人、この手で打ち滅ぼしてやります。エーデル・ガルト陛下、申し訳ありません。黙って、今治療を。無理です。助からないのはお分かりでしょう。ラディスラバも先に行きました。敵は撤退し、もう安全。報告ご苦労。
失ったわ。この足元が血に濡れるたびに歩みを進める私の足が重くなる。後悔も怨嗟も絶望も何もかも私は捨て去ってここまで来た。そしてまた進まれる。ヒューベルト、敵の状況を教えて。は、まさに痛み分けですな。幾人か名のある将を討ち取っております。我々やガルグマクへの被害が少ない分、勝ちと主張できなくもありませんがね。ええ、勝利したと喧伝しなさい。向こうも同じことをするでしょうけれど。はっ、すぐに指示を出します。ガルグマクの中に敵を見た時には死を覚悟したね。死んでもいいやと思っていたのに、実は死にたくなかったみたいだ。勝利、幸運です。騎士団実力高いですから。それから憂いなく攻めること可能です。ですか？ああ、この勝利は大きい。多くの犠牲者は出たが、得たものもある。旗色を伺っていた王国の諸侯の中にはこちらになびく者も出よう。勝敗一つで態度を変えるなど、まったく貴族の風上にも置けないがな。今日戦った相手は今まで以上に顔見知りが多かったわ。そんな相手と本気で殺し合わなきゃいけないなんて、国も女神も。俺はもう止まらねえ。このまま王国をぶったたいてやるぜ。フォドラの統一、俺たちならできるってみんな思えたはずだ。そうだろ？みんなやっているようね。戦後の処理が終わったわ。こちらも相応の被害を負ったけれど、失ったものは相手の方がはるかに大きい。多少の予定外はありましたが、勝ちは勝ちですな。次の戦いへの支障もないと言える範囲にあります。タルティン平原を突破して王都フェルディアを目指すのよ。いよいよ王国との、そして教団との決着の時が近づいているわ。